チャオ、検索です。はい、今日ですけどもランチルーティンっていうのをやってみたいと思います。いつもね、パパッと職場のそばで終わらせちゃうんですけども、今日はちょっと時間があるので、いつも行くところ食べに行ってみたいと思います。そこはランチメニューみたいなのをやってるので、本当にまあ時間があるときに行ったりします。まあ週間に1回とか2週間に1回ぐらいですかね。はい、で行ってみないと何のメニューがあるかわからないので、ちょっと楽しみです。では行ってみたいと思います。はい、着きました。オステリアピエトロですね。見た目から分かんないですよね、どんな感じか。まあ普通だったら入りにくいかもしれないです。早速入ってみましょう。はい、こういうお店です。小さいお店ですね。ボラベティートはい、今日は プリモパスタがカルボナーラとフリーチャっていうパスタがのどっちかしかなかったので、僕はカルボナーラにしました。で、ここはパスタがまず8ユーロです。8ユーロで水とワインがつきます。まあ、イタリア人のこの辺の常連さんが来るんですけども、まあ、一人でポツンと来ます。で、みんなと仲良くなって、今も話したんですけど、寿司が好きだって言ったんで、今度寿司食べに一緒に行きましょうと話をしてみました。こういったね、ワインがつくので勝手に飲んでいいんですよ。まあ、でも仕事中なんで、まあ、いつも半分ぐらいしか飲まないです。まあ、ちょっとだけ飲みます。あんまり飲んじゃうとすぐ顔が赤くなっちゃうんで。いただきます。早くカルボナーラ系くんないと酔っ払っちゃうのこれ。でね、水も来ましたよ。こうやって水ね、ちゃんと1本くれるんでいいですよね。さっきの人はセコンドで、あの肉ハンバーグでしたね。今日は日によって何があるかわからないんで、結構楽しみです。お腹すいた。そう、だからがっつり食べたいときはここに来るんですよ。そうなんです。僕の隠れ家的になって、隠れ家とかバラしちゃったけど、あ、この青いセーターっていう人がシモーナさん、オーナーの奥さんです。おっちゃんもいつも来てます。みんないつも見る。赤赤くんやば。お、来ましたよ、カルボナラ。結構。Buongiorno. Buongiorno. Grazie. Grazie a te. めっちゃうまそう。だからボナーラです。絶対おいしい。今日はね、大盛りで特に言わなかったので、大盛りじゃないけど、まあ、太いより多いと思います。早速食べていきます。まあ、こんな感じでね、一人で。まあ、この辺の人と喋りながら食べたりしてます。どうですか？ちょっと、いただきます。顔が赤いの気になる。うまい。こういう感じで日替わりのメニューのものを、まあ、何があるか分かんないですけど食べて、まあ、ワインと水、ね、水がついて8ユーロの日替わり味を食べてます。どうなの？ここのオーナーの奥さんの下野さんもめちゃくちゃいい人なんで、まあローマに来ることがあったら来てみたいなと思います。
ってみるのもいいかもしれないですね。うまっ、久々にやっぱカルボナーラって美味しいんだよね。常連さんはね、この8ユーロでコーヒーまでもらってる人もいるから、いつも好きなバールで飲んでると思うんですけど、最後クリームがしっかり舐めちゃいましたよ。ありがとうございます。場に戻りたいと思います。またね、職場の人に顔赤いなって言われちゃうから、じゃあコーヒー飲んで戻ります。ということで、僕のまあ時間がある時のランチルーティンはこんな感じです。はーい、ではまた違うルーティンも取っていきます。じゃあね、またね。